というところで、これはですね、しいたけさんのカラー心理学、しいたけさんが長年学んできた色が持つ力から読み解くその人の人生スタイルがこれでわかるよと。で、1、色が複数あっても大丈夫です、質問に答えていくと多分複数の色が自分に当てはまるっていうこともあるでしょうねと。で、誰でも3色ぐらいは持ってるものですと、で、どれが強く出るかっていう、そのカラーの周りにいくつか揺らめくように他のカラーが自分を持ってるよっていうことなんでしょうね。で、矛盾しているって感じても OK って書いてあります、例えばマイペースで落ち着いた水色と賑やかで楽しいことが好きな黄色のカラーが同時に出ている人は、一見どっち？と思ってしまうかもしれませんが、その場合はどっちも自分、どっちもある、椎茸さんその辺がねそれでいいんですねって、どっちも自分って考えて OK だと、自分は相反する性格を持ち、環境や付き合う相手によってどれが引き出されてくるのかがケースバイケースによってありますよねって、だからちょっと矛盾するカラーだと思っても、自分の中にそんなカラーがあるんだなって思ってくれれば OK です、で、また時間が経つと、その色が変わってくることもある、MBTI とかエニアグラムでもありますね、タイプは変わるんですかって、あっちは変わらないって言ってます、変わらないっていうか、元々のところを指してますって言ってる、なるほど、で、それを抜け出そうがエニアグラムでしたね、自由だよって、っていうと本当にタイプがあっても健全度が高い人は全タイプに見えるって、いうところですね、では18色のだいたいこんな人っていうのを、すいません、読まさせていただきます、ではエメラルドです。潔癖主義な人とありますね、清潔な仮面オタクとあります。エメラルドの色を持つ人は外見と内面のギャップがあります。外側は清潔感あふれるクールビューティーだけど、家にいるときは引きこもりのオタクと化しますと。自分が徹底的に入れ込んでいる何かを秘めていますが、社会生活を営む上ではそれを明かしません。その何かは料理であったり、アニメであったり、アートであったり、アイドルであったり、様々、生き物全般が好きで爬虫類が好きな人もいますと。ひとたびお気に入りを見つけたらとことん追求し、自分自身の知識も磨いていきます。一方でこだわるところと全くどうでもいいところがはっきりしているのも特徴で、自分のあまり興味がない分野については安くて物持ちがいいものがベストでしょくらいにしか考えてないと。休日に一人で家にこもってオタク活動に精を出すことに何ら問題も感じていないので、こういう関係についてもそれほど広いタイプではないと。自立心が強いので人に甘えたり人に借りを作るのが苦手、人付き合いにも一定の距離を保つため自分でも壁の壊し方をずっと考えたりしています。恋愛においてもエメラルドの人は知的な美形といった人が多いので、むしろモテるタイプなのですが、近づいてくる人にはいえいえめっそうもないなどと言って自分からバリアを張りがちです。自分とは見ている世界が違うけれど、この人たちならくだらないことも真面目なことも話せるかもしれないっていう信頼関係が育つと恋心が加速していくタイプですと。興味のない人からアプローチはむしろ真顔でのらりくらりとスルー。まずはじっくり腰を据えて関係性を作っていくところから始めていく人ですと。あなたそういうことする人なの？と勝手に見た目でキャラを決められて苦労してきたことが多い。だからこそ人と向き合うときに様子を見る癖も防衛本能として出てきますが、思い切って親分肌になると慕われますと。飯を炊くことなら私に任せてよって思い切って挙手しちゃうイメージで、そういうことができる人ってことですね。ちょっと短気な部分やとことん動植物や人に向き合う面もあり、あなたは魅力的な人なのだからと、一部の INTP さん、自分ご自身が INTP っておっしゃってる人がなんかいるイメージでした、そんな感じでしたよね、はい、
では次、青、かっこいい人、シャイとロジカルが同居とありますね、うん、青のカラーをまとう人はかっこいい自分を何よりも大切にしていると。小さい頃から隠れた闘志を秘めており、自分のやりたいことをやっていくためには努力をし、強くあり必要とされなければいけないっていう競争に挑んでいきます。常に正確で冷静な自分を保ち、自分なりに積み重ねてきたロジックにプライドを持っています。いつもスマホを片手に何かを調べている、勤勉な情報通。初めてのデートで行くべきどこかおすすめのレストランはありますかと聞かれたりすると、頭の中のデータベースが即座に何案も候補を出し、論理的にどこがおすすめか、相手の性格によってどのお店を選ぶべきかなど細かく説明するのを好むと。この能力は仕事でも抜群の効力を発揮し、ゴールを明確にして合理的に物事を進めるため高い生産性を上げることができる。結果を重視し、成果を出すまで一人で溜め込んでしまうようなところもあり、体力と気力もあるのでつい無理をしすぎてしまうこともありますと。そんな青のカラーを持つ人は恋愛においても正当に自分にふさわしい人、世間の基準から見て高スペックな人を求めます。素敵な恋愛をしていくための努力も欠かすことはありません。ただ言うべきところと引くべきことは手もいるし、愛嬌もあるため常に人気もあると。ある程度年を重ねて丸くなるまでこの自分を高める感覚は維持されるかもしれない。しかしどこかで一人で戦い、一人で勝ち続けなければならないっていう戦いの感覚に疲れて、なんか本当は安くてどうでもいい店に一緒に行ける人がいいんじゃないかなって思い始めた時に、心が許せて長くお付き合いできる人が現れたりしますと。青を持つ人は恋愛でも人間関係でも完璧じゃない私と、誰しも全てが完璧にいくわけではないという気づいたことに、こっちの方にも気づいた時に人生の転機が始まることが多いと。自分が完璧に整えた状態で予想外のことが起こってしまった。そんな時にテンションを下げず、予想外の展開もあり得ると知っておきましょうと。では、水色、自分のペースでやりたい人、おとなしそうに見えて芯が強いとあります。水色を持つ人はおとなしそうな雰囲気にをしているため、ちゃんとご飯食べてるとか仕事楽しいとか見ず知らずの他人から心配されることがよくあると。ファッションや部屋のインテリアなどにはこだわりを持ち、自分にとって刺激になる人と付き合うというふうに人を見る目も確かで、自分のスタイルを強く持ちますと。業務時間以外の延長線に耐えられなく早く帰りたいと願う人のため、束縛や干渉をすべて苦手とします。大きな声や大きな音、自己主張が激しく押し付けがましい人など刺激が強いものが全般的に苦手で、五感が敏感なので静かな環境を好むと。経済観念もしっかりしていて、若い頃から家族に対する考えも明確。パートナーに高望みをせず、自分ができる範囲内でしっかり確実で幸せな家族を持てるかどうかというのが、このカラーの人が理想とするところだと。ですから好きになる人も家族、家を強く感じられる人が多いと思うと。ふとした瞬間におじいちゃんに似てるんだよねっていうような、自分の家族として安らげるかどうかが基準になると。仕事に対してもあまり大きな夢に憧れるタイプではないと。私は都会に出てもっと広い世界を見て成功するっていう野心や大声で話される夢には興味がなく、仕事やコツコツやれることが大事、決められた時間に決められたことをきっちりこなし定時で帰りたいっていうマイペースさを大切にしますと。休日はどこにでも出かけていく方ではなく、むしろ半径100メートル以内の地元で全て完結させたい。 SNS も最低限レベルでいいと。人間関係は狭く深くがモットーで、自分のテリトリーを大事にしていると。知らない世界に飛び出してリスクを取るより、いつものメンバー、いつめんと心置きなく飲む方が楽しいと感じると。他には言わないけど、他人には言わないけど、夢に向かってコツコツちゃんとやっていますと。他人の人が水物であるっていうことを知っているから、自分の努力を信じている人、過度に他人に期待しないで自分が手掛ける作品やテリトリーをとても大事にしているんだと。コツコツと自分の想像力や表現力を磨いていくため、
安心できる庶民的なキャラクターも持ち合わせており、あなたの不安はかなり多くいますと。あの僕よくタイガーファンディング、はい、レイバの虎を見るんですけど、はいはい、今このカラーのやつを読みながら強く思うのが、うん、はい、まあ、タイプもそうですよね、うんうん、人それぞれの価値観があるところで、違う価値観の人が行くと、うん、俺はこのやり方で、うん、みたいなところって違うって思ってれば、うん、それはそのやり方がなんかああいうところに出てて、うん、私は社長でお金が出せる人っていうのを見ると、うん、あっちが正解なんだなって思ってしまい、うん、とても苦しくなる自分がいるんですけど、はいはい、うん、こういうの今、うん、特に今水色を読んだ時に、はい、いやあなたはあなたの色で頑張ってるんだからそれでいいじゃんって急に思ったりしました、うん、まあ、あれはお金出してもらうことが目的ですからね。はい、確かに、はい、自分の世界でちゃんとコツコツやるのがなんか いいんじゃないって、うん、やっぱお金を取りに行くならまあそうですね、納得させるやり方を用意していかなきゃ、していかないとお金取れないんでっていう話ですよね、まあ、払う方も、はい、この人のお金払って大丈夫かってところがあるわけです、ね、そうですよね。ではターコイズノリの人とありますね、エネルギー全開でいこうってあります。この色を持つ人はノリノリの時は周りでも驚くほど奇跡的な結果を出せて、気分が悪いと速攻で家に帰りたくなるというような人ですと。何よりもフィーリングと野生の感を大切にし、人との新しい出会いを楽しめる。あなたってラテンのノリだよねって言われたことも一度や二度ではないはずと。初めて会った人にも気軽にハグやボディタッチをカラッと明るくできてしまう博愛の人ですと。あ、これ無理です。でっこいのできないんですよ。お酒やビーチ、音楽、フェスといったアイテムやイベントをこよなく愛する根っからのパーティー人間。面白そうなことには嗅覚が人一倍効きますから、それいいじゃん、やってみようよって真っ盛りに飛び込んでしまうのが強みです。もちろん世界をあちこちに旅することも大好きで、山よりも海派、冬より夏、家に閉じこもるのは苦手なので、冬の時期は、ああ、早く夏にならないかな、来年の夏休みはどこに行こうかなって考えているタイプですと。逆にターコイズの人が苦手なのは、規則、規律、常識といった枠組み、ルールで縛られると、待ち前のパワーが出せないので、短期集中でパフォーマンスを出しますので、後のやり方とか時間の使い方は自由に放っておいてくれますかって言いたくなるでしょうと。世界中で様々なピンチをかいくぐってきたので、話のネタにはこと書きませんと。いつも死にかけた話、限界を超えた話などを披露して周りを笑わせていますと。しかし次第に年を重ねるにつれて周囲でノリが悪くなることがあったり、まとまり出すこともちょっぴり焦ってしまう側面もあると。あ、要は自分がちょっと落ち着いてくるってことですね。そんな自由奔放なターコイズな人のことを、あなたって面白いよねって言って楽しんでくれる人と相性がいいと思いますと。ターコイズの人にとって課題は少しでも社会に根を下ろす期間を作ることですと。どうしても旅とスリルを求めていると長く安定した関係を築くのは難しくなるので、土台となる人間関係を傷つきつつも1年に1年1回は思いっきり自分を取り戻せる旅っていうバランスを保つのがいいのかもしれないと。あなたは会う人に喜んでもらわなければいけないっていう気持ちを持っています。たまには行き先を告げないで自分を休めるための秘密の時間も必要だよと。私なりに頑張ってきたって自分を褒める時間も持ってみましょうと。多分なんかまあいい加減な人に見えて、うん、そういう言動も受け取って落ち込むかもしれないけど、うん、あなたはあなたで頑張ってますよっていうのが椎茸さんなんですよ、うん、まあでもちゃんと地に足つけましょうみたいなのもちゃんと言ってくれるんですよ、はい、それもね優しく、うん、あなたのことも分かってくれる人がいるから、うん、その人にみたいな言い方なんですよね、うん、多かったシルバーの人お待たせしました。シルバーですと、うん、フリーランスの人、はい、自分でシステムを構築していく、うん、よく隊長が言うやつですよね、はい、何よりもまずシステムを考えるっていう、はい、シルバーの人には西欧的な個人主義の感覚がありますと。つまり自分の好きなことを個人で責任を持って追求しようよっていうとこですと。つまりちゃんと働いて貢献をしたらバカンスへどこへ行っても構わないし、人との関係で距離も必要と考えます。協調性や報告主義によって
自分の自由やスピードが侵害されることがストレスにもなる、うん、自分の人生なんだから好きにやりなよと信念を常に持っているのですと、うん、このカラーの人にとって自分で決めて自分で実行するっていうことはとても大事なことで、うん、一匹狼独立独歩と称されることもあるかもしれないと。組織の中にいてもみんなとワイワイ絡みたいっていうよりもむしろ静かに放っておいてほしい、うん、フリーランス的な立ち位置でいたいタイプです、うん、人間関係も好きになるまでちょっと時間がかかる、うん、好きになったら深く長く付き合いタイプです。長年かけて築き上げた自分だけの世界観を他人に乱されるのをとても嫌う。むしろ面倒見はいい。ただ親密なパートナー同士になったとしてもこの分野については鼻口を出さないでとかお互いの距離を大事にする、一緒に住むようになっても自分の部屋は欲しいタイプですと。基本的に全てのカラーの中で最も個人行動が多い人なのですが、相手の持つ世界観がセンスがいい面白い人だったりすると尊敬できる相手としてお付き合いが始まりうまくいきそうだと。ちなみに仲のいい友達はいますが、あまり自分の趣味の世界に巻き込むようなことはしない。ここでも自己完結的なので、他人を喜ばせることや他人から自分が好きなものへの評価を受けることの重要性を感じていませんと。友人からは水臭いな、ドライだよねって言われることもしばしばあるでしょうと。あえてそうだよねとか気持ちよくわかるよと共感の言葉を一言投げかけてみると人間関係がうまくいくでしょうと。もともと研究熱心でユニークな世界を持っている人ですから、それを周囲の人たちと分かち合う時間を持つだけでこのカラーの人の強みが生かされますと。何が書いてるか分かんなかったんですけど、どうですか。まあそうかなって感じですよね。実感はあります。あーなるほど、はい、次は白です。嘘を見抜く人とあります。純粋さと鋭さ。白のカラーを持つ人はかなり激しい表の顔と裏の顔、二面性を持つ人ですと。これはあの人って裏でやばいことやってるよという類の二面性ではなく、表ではバリバリ仕事できる人なのに裏側は5歳から ずっと変わらない純粋さを持ち合わせているという意味ですと。子供の頃に好きだった音楽、アニメ、漫画といったものをずっと心の中で宝物のように大切にしていますと。大人の分別や常識や慣例などを理解する能力がある一方で、そういったことに縛られるのを嫌いますと。自分だけの聖域や純粋な自分時間を持っているのも特徴です。頭の回転が速く何事も冷静に分析してみせる大人の自分の中に、無邪気で正直で時に傷つきやすい中学生のハートが同居している不思議な感覚。だから純粋さや素直さ、一生懸命さを忘れた汚れた大人のことは大嫌い。そんな人が目の前に現れると一瞬でセンサーが働き、あ、私この人嫌いという直感的判断をしています。逆に相手の純粋な才能や個性を認める嗅覚もピカイチ。自分がこれと思った相手を認め、見守り、お世話をしたりアドバイスしたりするなど、どこか母性的な力を発揮しますと。普通の人ではちょっと扱いづらいような人のこともあの人は才能がすごいなよなどと言って放っておけないタイプ。一般的な社畜度からすると刺激が強い相手に惹かれる、ムカつくけどなぜか放っておけないというような腐れ縁気質がありますと。非常に頭のいい人が多く、どうしたら周囲がうまくいくかということを俯瞰的に見てシミュレーションする癖があります。ですから周囲の輪を乱す人がいたり、チームの中で理不尽なことがあったりすると、白の体の人の純粋さが大爆発。ここはあなただけの場所じゃないのよと激しく怒ることもあると。ひとたび自分の中で子供のスイッチが入ると、いいことも悪いこともあまりに素直に口に出してしまうため、相手にどこまで言っていいかについては少し立ち止まって考える必要があるかもしれません。口喧嘩では負けないので、たまに自分の言い分よりも先に相手の言い分を聞くともっと素敵な中学生になれますってありますね。